サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。アパレルのサブスクリプションサービスは顧客にとって魅力的で便利な選択肢であると同時に、サービス提供者にとっても収益性が高く、持続可能なビジネスモデルとなります。顧客のメリットとしてコストの節約が挙げられます。毎月一定の料金で複数のアイテムを利用でき、頻繁に買い替える必要がないため、トータルでのコストが削減できます。常に新しいファッションを楽しめること、定期的に新しいアイテムが届くため、常に最新のトレンドやスタイルを楽しむことができます。選択肢の多様性について、さまざまなブランドやデザインの中から自分のスタイルに合ったアイテムを選ぶことができ、ファッションの幅が広がります。利便性について、自宅に直接アイテムが届けられるためショッピングの手間を省けます。アイテムの返却も簡単にできる仕組みが整っています。メンテナンス不要について、洋服のクリーニングや修理はサービス提供会社が行うため手間をかけずに利用できます。スペースの節約について、必要な時だけアイテムを借りることでクローゼットのスペースを効率的に使えます。環境への配慮について、レンタルを通じて衣服の廃棄を減らし、持続可能な消費を促進できます。ここからはデメリットです。長期的なコストについて、長期間利用すると購入するよりもコストが高くなる場合がある。利用頻度が低い場合は無駄な出費になることもある。品質や選択肢の限界について、レンタル品の品質が期待に満たない場合がある。好みのデザインやサイズが常に利用可能とは限らない。返却の手間について、レンタル品を期限内に返却する必要があり、返却手続きが手間に感じることがある。返却忘れや遅延による追加料金が発生する可能性がある。個別のカスタマイズが難しい。レンタルサービスでは個別のカスタマイズや特注品の対応が難しい場合がある。ここからはブランドのメリットについてです。安定した収益について、サブスクリプションモデルにより毎月一定の収益を確保でき、収益の予測が立てやすくなります。顧客ロイヤルティの向上について、定期的なサービス提供を通じて顧客との長期的な関係を築きやすくなります。高い顧客満足度を維持することでリピート利用が期待できます。在庫管理の効率化について、在庫の回転率を高めることで商品を効率的に活用できます。古い在庫を効果的に減らし、新しい商品を導入しやすくなります。市場データの活用について、顧客の利用データを分析することで需要予測や新商品の企画に役立てられます。個々の顧客に対してパーソナライズされたサービスを提供し、顧客満足度を高めることができます。マーケティング効果の向上について、サブスクリプションプランを通じて顧客に対する定期的な接触機会が増え、クロスセルやアップセルのチャンスが広がります。ブランド認知度の向上について、定期的に顧客にアイテムを提供することでブランドの認知度と信頼性を高めることができます。サステナブルなビジネスモデルとして環境意識の高い顧客層にアピールできます。運営コストの削減について、サブスクリプションモデルにより購入や在庫管理にかかるコストを最適化できます。一度に大量のアイテムを調達することで仕入れコストを抑えられます。デメリットについて、これは改善点にもなります。初期投資の高さについて、サブスクリプションサービスを開始するためには初期投資が必要であり、特に在庫管理や IT システムの導入にはコストがかかる。解約リスクについて、顧客がサービスに満足しない場合解約が発生し収益の減少につながる。継続的なサービス改善や顧客サポートが求められる。顧客獲得コストについて、新規顧客の獲得には広告費用やプロモーション費用がかかり、初期段階では収益が安定しない可能性がある。在庫管理の複雑化について、在庫の流動性が高いため効率的な在庫管理が求められる。商品の劣化や損傷が発生した場合の対応が必要。以上、アパレル業界のサブスクリプションサービスについて説明させていただきました。今回はこれでおしまいです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。次回の授業でお会いできることを楽しみにしています。